かというか。パオジさんだ。おはようございます。ベビーピストルはその分ちょっと断速が遅いんで。おはようございます。そうですね。トータルジョバーの私。手に馴染んでるやつが一番いいですよ。レイラ、ボア、キミ、タケ、カイン、ダイオ、ジンペイ、十一か。誰？パオジさん誰が誰出てきたんですか。12人目かじゃ。もう一人いるっすよボス。誰？もう一人いるっすね。お前誰？これは手挙げた。ああ、そうそう新メンバーそれ。新メンバー。君と紹介して。お前たちに紹介する新メンバーの、柳沢鳥明だ。もう一郎新メンバーちゃんと紹介してやれよ。新メンバー紹介してください一郎さん。すいません。ちょっと待ってください。声大きくしてちゃんと紹介しろよ。はい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 。すいません。皆さん昨日付でこのモズに、入りました。元、重量の、瀬戸内海です。怒られるお前マジで。本当に怒られる。あれ大丈夫ですか。いいねいいねいいね。お前ちょっと面白いよお前。うまいな。おもろいけど。おもろいけど怒られる。また重量おもろい。おもろいやん。大関とかなんでもない。瀬戸内海っていないでしょ、だって。いる？瀬戸内海。いないでしょ。いないか。いないよ。すげえなんかあれにいるかもしれないけど。海だよ、ただの。海か。ただそれっぽい。ちゃんとそれっぽいだけだよ。そっか。ちゃんとそれっぽい。怒られないで。ちゃんとそれっぽいだけだよ。それっぽすぎだって、だってさ。瀬戸内海。ただの海やないかい。瀬戸の海はおるっすね。瀬戸の海はいるかもしれない。瀬戸の海か。旬の着物って仕事行ってきまーす。一郎さん気持ちいいだろうな、今。すみません。いいね、一郎。あ、大丈夫でしたか。その感じで頑張ってくれ、マジで。よかったです。その感じでいいんだよ、お前。はい。すいません、本当に。前回はおもろかったな、一回。本当ですか。よかった。その辺結構私、ツボ浅いけど気付けてる。ここ、生成所あるんだ。そうで。びっくりしてた。いや知らなかったよ。買おうぜ。買おうぜこの辺。最高ですね。この辺の物件買おうぜ。買えましたっけ？買えるかな。買えない。生成場がそこなんで。ああ。近すぎるとダメなんで。確かに。聞かないとわかんないです。聞かないとわかんない。欲しいな。どうも。ここ買えないんじゃないかな。聞いてみないとわかんないよ。カインがダメって言うんだったらダメ。ごめん。でも体がちょっとやばい。今回おそらく想定される相手が野郎やだけです。ですので作戦としては一旦2000番地を、10人でご利用しで、キープできるところまで上げ、余裕があったら3000番地にまで、足を伸ばすという感じでいこうと思います。了解。了解。 OK、 じゃあ陣平ヘリで2人1組を、陣平がヘリなんで9人だから2人1組を、4グループ基本的にはその各4ポイント、まあ、東西南北みたいな感じで分かれてると思うんですけど、そこにはカバーに行かずに、売り続けます。でもし、交戦になった方は倒しに行くのではなく絶対に生き残る動きを優先してほしいです。了解。でも倒せたらめちゃめちゃベスト、で逃げ切れたらベターって感じです。力の補足だ。実際に私は相手と構えてる。前回ではかなりの強者だと思ってる。優先度の高さとして生存本能を上げるということになる。臆病に動いているというわけではなくて薬を売り続ける努力というところが勝負の要だ。さあ行くぞ、各自検討よろしく。了解了解です。藤田さん2050来れますか？いるよ。最初カインくん売りで。から1時間そこ行くから。オッケー。車移動でいいんだよね。うん。まあ、最初別々で行こうか。あやん。始まったぞ。最初行ってきます。了解。おう。だよ。おお、もう向かってる感じ？了解。向かってるよ。はい、了解。カインくんこの辺売ろう。オッケー。
めてだと正面から2台行きます。2017撃ってます。3台フルコス。2048方面にかなりいるわ。生成上フローがこれ敵だ、カイン君。場所変えよ、場所変えよ、カイン君。場所変えれる、カイン君。行くよ。オッケーオッケー。1035からピンク。ほう。生成上のフローがちょっと落とせるならやってほしい、ジンペイ。戦ってんの、ジンペイさん。街中めっちゃいる、俺、俺。いつらまだ俺ら売れる。オッケー。街中車に来ない。街中一人やった。大丈夫だよ。街中まだ一人いるからね。君たちくんどこ？街中でファイト中、車で。オッケー行こう。ファロー来てる。ファローはダウンしてる。大丈夫大丈夫、無視していいよ。了解。街中の車を横転させた。ナタルとイチロー、それちょっと近いから気をつけて、街中の方。了解。マイク売ろう、生成所の方で。オッケー。まあ、降りないわ。1台来た。あ、降りた降りた。ここするね。今、テリトリー取り返してるから500差ついてる、500差。いいよ。OK。今このペースちょうどいい。オッケーオッケー。ダウンダウン。こっちダウンダウンね。了解。はい。はい。オッケーオッケー。こっち結構売れてる。事前番地コンセル来てる。コンセル？コンセル来てる、了解。煙吹かせたから帰らせた。了解。了解。2048の。えぐいなお前。マクドナルドさんって手伝い呼んだんですか、ボス？はい。2000番地いました。もっとどうします？見つけたら。よし。ルシで了解。マクドナルドさん、冷やかしだと思ってくれ、ハハハって言って通り過ぎました。なんか、現場地。14個売れてる、今。ナイス、いいペース。ヤロヤいる、2000には。オッケー。あんま行かなくていいよ。なってます。カイン君、後ろから来るわ、それ。車降りてる、一人。あー、見えた見えた。いいよ、カイン君、撃ってていいよ。やっぱいるあ、いや、左撃っていいよ、撃っていいよ、カイン君。え、いる？大丈夫、撃っていいよ、薬撃っていいよ。あ、オッケーオッケー。今、ハンティング場に1名と2000番地真ん中付近1台。カイン君来た、カイン君来た、カイン君来た、後ろ。ハンティング方面に車行ってますよ、白い車。最後今、迷走中。カイン君撃てる、これ。心なき。もう一台行きます。ごめん、心なきに引かれた。大丈夫。まだもう一台いるかも。ヘリ止まった、ヘリ止まった、カイン君逃げて。ヘリ止まった。2000番がいる、気をつけて。いやー、きっそー。カイン君ダウンしたかも。カイン君ダウン。ありがとう。今私が助けます、カバね。ありがとうね。やばいな、心なき。上田カバーここね、はい、エグいの心の気エグくないめっちゃ上れた、うん、やばいとここしてるからお願いしまーす。怪我治ってるなら行ってもいいよ。待ってても俺待っててもいいし。それあとこれね、やるやもダウンしてる。やるやもダウンしてるからやるやもお願い。下側がちょっと怪しくて、うん、湖が、あ、取れた、行こう。あ、いい、薬が足りねえよ、めっちゃ売れるわ、思った以上に。カイン君、生成所の方もう一回行こう。オッケー、さっきいたから気をつけて。今多分3人ぐらいやるよ、ダウンしてるわ。ね、ダウンしますよ。3000まで行ってもいいかもしれないね、今。オッケー、了解。正直半分は行っても良さそう。オッケー、君、カイン、ナタル、イチローはキープで。あ、ボアジョバも戻ってます。了解。僕の車待ち下ってる。早速下ってるよ、ピンク一人。オッケー、じゃあ4人ダウンしてる今、それやろうや。今超チャンス3番で、今ちょうど30分経ちましたけど、どうします？降りますか？4000馬ついてるから、ボアジョバだけ残して下降りるか。はい、了解。頑張ってボアジョバ頑張ってくれ、2000番地任せください。よろしく。さあ、島取りさー、行くぞー、行くぞー。オッケー。カインさん、正面の車。オッケー。あれ、あれやるわ。降りてる。あと20分頑張ろう。千番地にもしかしたら誰か撃ってるかも。ちなみに4000番台マダラがめっちゃ撃ってて64になってる。やらせよやらせよ。これで4000マダラが取ってくれたらめっちゃ楽になるから、千番のマダラは無視で。3000番サプなしで撃ってるやついるから気をつけて、警察来るかも。えぐ、それ抜かれんのマジ？えぐ、あれ抜いてくんだ、バケモンだね。何、わざとだと思うよ。ダンプ乗ってるやついる。
白いランプ。ほら。千と三千のハザマスキン。いやー。2000番の魔球が今通ったアレナちゃん。くぅ、出ないー。2015とかの湖の解除から復帰。あ、オッケーオッケー、レアちゃん吐く。ボス吐く。出なかった。武器出ないなー。治療 RTA。やばい。これは普通に同じ治療しかしてない。違う、俺まだ出血か重装か。たまに挫傷か。48の方に歩いて。アタックされました。一回引きます。ごめん、レイラだった、ごめん。あ、ごめんなさい。冷蔵から戻ってきたら口の中を垂れた。うん、おいそう。口の中を垂れて、変な声になった。ふふふ。ふふふ。めっちゃいるわ。なんでもないです、すいません。ピンところに今で1台いる。3000番大通りだったら全然売れるよ、多分。左コンビニとこ向かい、これだったらいらっしゃいます。行くよ、俺行くよ。やべえ、徒歩で売ってる人もいるんで気をつけてください。パンクしてるから引けないな。通りちゃおう。呼ばない。前番下の大通り、グッバイ。了解。この3分頑張って。ありがとう。ありがとうございます。3002番にやろうや。木の上側ピンク車。左コンビニめっちゃ多いわ。右側で打ってほしいかも。了解。あと2分。今ダウン中のやろうや3人います。売れるだけ売ろう。右側で頼むわ。敵無視でいいよ。あ、いた。やばすぎ。やばば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 。車は1台。くぅー、通ぶようになっちゃったな。あ、ちゃった。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。今日頑張るぞ。22番の拠点のところにいる。お疲れ様でしたー。ありがとう。まずね、野郎屋さんはもうダウン車に帰って。3000番です、多分。じゃあこれもこれ終わりか。あ、これは多分終わり。怪我が治らねえ。あらあら、もうもう倒れてる人いない。え、どこどこ。倒れてる人いたらピコピコしてほしい。線路上です。あ、いるっぽいな。食べてんな。じゃあちょっと見てきます。ちょっと何の頼む。めっちゃ売った時の変動が大きくて楽しいわ。楽しいっすね。2000パンチ3000があのヘイト買ってくれてたかげですげえ売れたんで、今必死に歩いてます今。俺も生成上の時最初マジ超絶ボーナスタイムでむちゃくちゃ売れた、はい、やばいっすね。よしよしよし。大丈夫そうですか。それでだって3000番地と4000番地振られてたけど3000番地しっかり守ってるね。一応今復帰しました。だから3000は相手は死守したいんだろうな。ごめんなさい、2000捨ててる。体感なんかね、相手体感5人ぐらいやった気するんやろ。何人ぐらいおったんやろ。いや、見た感じ6、7人ぐらいですね。6、7人ぐらい。6、7人かな。だとしてもやな。でも強いっすよマジで。いやー、岡上と打ち合った時一方的になんで打たれてんだろうと思ってまして。ミリも当たってなかった多分こっち。後半こそ1対1でまあ20人やったりやられたりとかしましたけど、うん、前半2人3人だったからマジで1人きついっすよ。いやー無理やと思うね。一体対1は厳しいな。いやでもあとはプラスして、6000差かな。疲れた。そうですね、テンテージで言うと6対4、 60% と 40% って感じかな。やはり化け物揃いだった。オリミとコンセル合わせて 40% 2時間は無理。オリミは 27% でコンセルが 13% だったら。いや足りないっすよあれ。ちょっとやりたいっすよ。やるやとは。あれ、ね、疲れた。あれ、正直救急周りもう君とさんとも今話したけど、やっぱ心なきめちゃめちゃ多いから、俺らがいなかったらガッて上がるし、俺らがいたら上げらんないと思う。この辺はとりあえずまあ大丈夫だと思うよ。次やって5分とかじゃない？パーセント。うん、まあ譲渡したとしてもじゃないか。
も譲渡しても今日の今日は大丈夫ですね。いや譲渡したとしてもどちらにしても多分次でプレッシャーかけられたら多分だいぶきつい。まあ、次で多分救急ガランって1時間空けたら多分ギリ落ちます多分。うんそうだろうな。くらいですでも逆に言えば。だからそこはその3000番地を陥落させに行くのか。俺もその2択だと思う。それとも救急を一旦捨てにするのか。それはまあちょっとおいおいやわ。一旦考える必要ありそうですね。いいですね。一旦お疲れ。戻っといて。GBC 何だったんだろうな。3000はちょっと枕長さん打ってたのやるやだけですから、ね、あそこって一応打ってない。元々持ってるとこですか。それともやるやが垂れてないです。最初の打ったところ、うん、やるやよくなったな。何考えてるかわかんないんですよ。マジわかんないな。いろんなところに喧嘩吹っかけてるってことか。何がもうあれでもグッバイの色ってどこだ。いやあそこに売ったのすごいよ。あ、こんなに持ってんの。でもでもグッバイも3000番地結構売ってたやん。うちらよりあれやないかな。マクドナルドさん一人だけですよね。そこれタンキタンキタンキですよね。うん、タンキどういうことっていう。なんかようわからんけど多分1800とか売ったよな、多分そんなもん、うん、軽くって感じかな。1200とか1800とかってことは何そのグッバイ、グッバイはうちグッバイのメンバーてかマクドナルドに後ろからヘッシュ入れられた車で撃たれる瞬間があったけど撃たなかったってことあいつがこれやられるなら無理だって思った。まあそれは無理。いやそれは分かんないぞ。俺会ってないっすね。俺も会ってないよ。俺も会ってないっす。俺はいましたね。どういう瞬間だったの。あの薬売ってる瞬間でしたね。引いたり撃ったりしてこなかったってこと？なかったなりました。バレてなかったっていうことはない。まあそれは、まあ、隣来てえっとか言ったとかそういうことじゃない。そういうことではないです。じゃあ分かんないよ。怖い怖い。通り過ぎたけどみたいな声は一瞬聞こえたけど俺。けどマックさん最初のボス俺が談話したとボスがその青いレベスで撃ってたじゃないですか。うん。あれのとどめを刺してたのはマクドナルドさんですね。え？まあとどめ横取りみたいなことじゃないのか。着替えた方がいい。だって結局それ殺したら自分たちのポイントになるわけだろ。手伝いに来たって言ってましたよ。手伝いに来た。マクドナルドさんがどこですか。ボスボス話した方がいいっす。これはちょっと冷やかしか。でも言ってましたよ。冷やかしだから気にしないでくれと思ってました。どっちも冷やかしだったら帰ってこれ。手伝いに来たよって言って、いや、え、頼んでないと思いますけどねって言っていや、頼んでねそうなんですよね。で、バンドハーマーさんはどこだいって言って、いや、ここにはとりあえずない。同じこと言ってる。ちょっと忙しいんで、ちょっとすいませんって言ってそしたら、冷やかしだから気にしないでくれよ、ははーって言って取り過ぎてきました。強制同盟だと思われるな、それ強制同盟。ちょっとめんどくさいか言ったちょっとめんどくさいか、マクドナルドにちょっと言おうかな。強制同盟。強制同盟はちょっとだるくないか。強制同盟。めんどくさすぎるだろ。我々はここまで頑張って正々堂々来てます。お疲れ様でした。ナノム先生。お疲れ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。請求って随時。請求って随時切ってた。請求随時切ってます。ボスのだけもらってなかったです。支払いますので、高木谷はどう？随時切ってます。自分は。オッケー。なのじゃあ請求切りに来て。救急います？いや。はい、わかりました。強制同盟で周りから見たらなんかそういう風になってんのだるいなちょっと。ありがとうございました。はい、バケモンバケモンです。そうやばい。あ誕生日の押し売りの可能性ある？ああ。いやそれはないだろう。バースデー同盟ってことですか？これは。なのに短期ってのも変だしな。それで見え、それでグッバイかきついな。どうなんだろうな。ちょっと聞いてもあるかもしれない。グッバイ。まあまあでもわしらは別に頼んだわけじゃん、ま、頼んだわけでもグッバイに対しても発砲してるしその事情知らねえしいいんじゃない。ですね。ヘイトコントロールか。一種の戦略の可能性はあります。うん。あとでなんか譲渡の話があったりとか。いや、それはとりあえず飲むつもりになりましょう。よ、
40しかやってなかったよ、2000番マジちょっかいかけに来ただけみたいな感じだった。冷やかしじゃんなんだそれ。また、みんなもっとやりたかったっすね。他のメンバーは、もっとやりたかったですね。手応えがなんかすげえ楽しかったっす、今回。うん、楽しかった、バカ楽しかったっす。なんか11か、ちゃんと勝ったって気がしますね、今日は。いや、どうやろうな。まあ、2000番地はちゃんと勝ったって感じするけど、なんか横槍刺されてちゃんと勝ったっていうのはちょっとあんま面白くないな。でも後半の方グッパイいなくて、ナタルとタケティでかなりボコボコにしましたよ。あ、そうなんだ。わしも最後対1で打ち合ったけど、タケティ今回そんなやってないと思う。4人ぐらい。あ、そうなんだ。うん、ナタルが最強だった。 V、 うん、本当ね、相手が強かったんですよ。強かったな。でも強かったですね。だ、ちなみにさ、マダラノがなんか動いてたの。4000番台かなり打ってて、うちはマダラノには共有チャットにも書いたように1ヶ月間は向こうの方には攻めないっていうふうには決めてる。ただ向こうが仕掛けてくる分には仕方がないから。それってつまり4000番台が、例えばマダラが取ったとしたら、こっちは4000番台を攻めない。それはどうやろうな、今持ってるあそこにはっていうふうな認識やな、わしは。スマホミッションのとこだけってことですか。まだらにちょっと連絡する、うん、それは入れ合わせた方がいいかもしれないです。え、みんな4000のさ、4000じゃない、あそこマダラが持ってる島のところ見に行った、誰か。行ってない。あそこね、入り口のところに看板あってね、うん、来ないでバイタラちゃんって書いてあった入り口のところに分かりやすく看板で。看板に戦ってんのか。そう、看板に戦ってます、あそこ。疲れ。グッバイの右下がオールインかかってるな。まあでも、やはり強かったねという印象。ね、まあこっちの方が数的有利だとしても、まあダブルスコアぐらいの人数差があるわけではないと私は思ってるし、20対10とか、15対10とかそういうことではなく、10対、まあ組織間で見ればね、10対、まあ、6、7ぐらいの差な感じがした、興味。ただ、まあ、他の組織の横槍が入ってるわけだから、まあ、おそらく向こうは相当厳しかったやろうなっていう風な印象があるわ。うん、だとしても、こっちとしては別に頼んでるわけでも何でもねえから、そのマクドナルドに関しては、ね、ちょっとそいつは、まあ、マクドナルドはちょっとマジで意味わかんないよ。まあだからとりあえず今回は、取ろうとしてた目的の場所は奪還できた。よかったと思うわ。みんなの働きのおかげだ。ご苦労。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、空からの情報も非常に良かったし、3000番地に移動した途端になんかその、情報共有とか無線とか動きが一気に乱れた感じもしたから。そうですね。まあ次移動した先の作戦とかも考えておいた方がいいかもしれないね。了解です。うん。で、個人的に思ったこととしては、ダウンした状態で情報をあんま出したくないよ、わしがね。なるほど。あ、違う、松葉杖の状態。はい。松葉の状態で、そこに待機する状態で、無敵の状態じゃん、言ったら。うん、うん。はい。そしたらなんかもう、情報収集デコイみたいな感じになるよ。はい。人数が多い分、例えば、そういうのって難しいんだよ。読み合いが。そうっすね。いや、あの読み合いが難しい。だから、うちの組織としては、その、松葉杖の状態の時に無線を使うのはなしにしたい。了解。大丈夫ですよ。了解。了解。
え、その情報とか以外もってこと？あ、情報とか以外だったら別にダウンしたとか、あれなら喋れない。現状の状況じゃなくて死ぬ前の情報を言うのはいいんじゃない？うんうんうん。あ、まあまあそうやな。うん、それはいいと思います。うん、自分が目で見たものというもの以外。うんうん、いやだからそのダウンしてる、そのだから松葉杖の状態で情報を収集してそれを共有するのはなしにしてって話。ダウン中に得た情報は共有なしってことですよね、うん、そうそうそう、ダウン中からダウン中から松葉が外れるまででしょ。そう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 、うん、青い車にやられたとか言われれば周辺に青い車いるかもしんないなってなるじゃん、うん、っていう感じ。うんうん、だからもう松葉の状態になったらもう何もせん、うん、の道路の端っこで邪魔にならないところでおとなしくしていきましょうって、うん、で治ったら一回拠点に戻るっていう感じにしよう。やっぱりどうしても帰るときに車使うとやっぱね分かんなくなったりするし、うんね、こっちも向こうも打っちゃうんで、もう大きな声で腹筋とか適当に意思表示してあげてください、分かりやすいように。もしくはどうしてもごちゃってなってたらもう大回りしましょう、めんどくさくても。そう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 、迂回、うん、しましょう、ちゃんと一回島から外れてルート、うんうんうん、大回りして帰りましょう。まあそれがいいだろうな、うんうん、あと復帰の人できればこう手挙げといた方が分かりやすいですね。わしはずっと手挙げしてたよ、うん、手挙げてくるくる回ってたもん俺、やろうやもずっと上げてたと思う、うん、だから間違って引くとか打つとか俺はなかったかな、うん、あとその無敵状態にわし一回なったんだけど、はいはいはい、打たれないと分かんないんだよ、うん、分かんないですね、分かんない。だからやろうやが言ってた時に無敵だったわけじゃないですよね。でした？いやどのタイミングか全然分かんない、結構早いです。俺らが3000に下る前っすね。あでも全然それはわしはダウンしてたから。じゃあ大丈夫です。うち大丈夫です。でも何かあったら言ってくれとは言ってるんで。何回か。あ、誰？こっそり。こっそり、こっそり。お疲れ様です。時間。おはよう。おはよう。お疲れ様です。2000番地取り返したぞ。いや、おー、本当ですか？おめでとうございます。次。どうするかはまあとりあえずおいおい考えるとして、今日はまあ疲れたろうからみんなゆっくり休め。はい、ありがとうございます。おーい、うん、はい、向こうの物資とか、まあ、車の修理とか、あーそうか、まあ、そういうのとかはおのおので、そういうの藤子に頼んだりとか。はい、何？いや、話が終わった瞬間に話があります。お、うん、オッケー、じゃあそういうことで。はい、はい、ご苦労、会社。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。